はい、どうもジンさんです。今回は織姫のシュンシュン立夏について考察していこうと思います。いつも動画で素敵なイラストを拝借させていただいているブリーチストさんより考察のリクエストを頂戴しました。それがまあなんと面白い着眼点でありまして、僕自身も大変興味をそそられるものでした。それが織姫が霊王を直そうとした時に三天結春を発動した理由であります。それじゃあ早速やっていきましょう。ではまず一つずつ見ていきたいのですが、まずは織姫のシュンシュン立夏ですね。原作68巻615話、霊王が死亡し三階が崩れていく中で、織姫は頼一の命を受け霊王を自称の拒絶で元に戻そうとします。結果としては霊王を元に戻すことができなかったわけですが、この時織姫は大将を実質治療する蒼天鬼春ではなく三天鬼春を発動しているんです。これは一体どういうことですか、というのがリクエストでございました。ありがとうございます。でブリーチストさんは続けて独自の考えを添えていただいておりました。考察1、単なる書き間違い。考察2、修行によって三天結春にも蒼天鬼春の能力が付与されるようになった。310話で蒼天鬼春で治療中のイチゴの手が蒼天鬼春に弾き返された描写があり、蒼天鬼春に四天降春のような兆候が見られることから、修行によって三天結春にも蒼天鬼春の能力が備わったのではないかと考えます。ただしこの場合はやはり普通に蒼天鬼春を使うよりもその能力は劣るものと考えます。考察3、どの立夏を使って技を発動させるかで各技に能力を複合させることができる。能力は技だけではなく立夏ごとにも備わっていて、立夏と技の組み合わせで最終的な能力が決まってくるのではないかと考えています。今回の場合で言えば三天結春という技は防御能力を持っていて、春王とあやめは厳密には自称の拒絶ですが回復能力を持っており、三天結春に春王とあやめを使うことで蒼天鬼春の能力を 100% ではないにしても発揮することができるといった感じです。ただこの場合310話のイチゴの手が弾かれた説明がつきません。もっともこの時弾くイコール攻撃能力と考えて椿を使って蒼天鬼春していたとなら説明できますが、仮に立夏自身に能力があるとしてもこの時点の織姫がそれを自覚して技を使っていたとは考えにくいですし、自覚していたとしても310話の場面で椿を使って蒼天鬼春をしているのもあまり納得がいきません。この場面なら攻撃よりも防御を優先するはずです、ということでした。改めて端的にまとめると、考察1が書き間違い説、考察2が三天結春にも蒼天鬼春の能力が 100% ではないができるようになった、考察3がどの立夏を使ってどの技を使用するかでその能力にある能力を複合させることができるというものでした。織姫のシュンシュン立夏とは、椿、春王、あやめ、ひなぎく、バイゴン、リリーからなる6体の意志を持つ力からなり、各個体が保有する能力を織姫の言霊に乗せることで発動します。椿が盾の両面の拒絶を有し、春王とあやめは盾の内側を拒絶する能力を持ち、ひなぎく、バイゴン、リリーは盾の外を拒絶する能力を持ちます。つまり盾の両面を拒絶し結合を破壊する古典斬春は椿、蒼天鬼春は盾の内側を拒絶し破壊される前に戻す春王とあやめ、盾の外側を拒絶し敵の攻撃から身を守る三天結春はひなぎく、バイゴン、リリーを使用します。ちなみに修行後は叫ばずとも権限できるような詠唱破棄のような真似ができるようになったり、死神代行消失戦では四天降春という新技が出ましたが、こちらについてはどの立夏を使用しているのかは明らかになっておりません。以上が立夏のざっくりとした説明となります。これを踏まえてもう一度考えてみましょう。まず各立夏に固有能力がある、これは立夏自身が説明しているのでほぼ間違いないのでしょう。そうなると考察2の三天結春に蒼天鬼春の能力が付与されるようになったというのはそもそもありえないのではないかと考えられますが、ブリジストさんもおっしゃる通り織姫が修行を積んだことで立夏自身も成長しできるようになったというのはありえなくはありません。ここで勘の鋭い皆様ならフルブリングは成長しないはずだろうと思うかもしれませんが、確かにフルブリングに能力の成長という概念はありません。ただ織姫の立夏は特殊であると明言されており、ハッチより死神に至る力とも説明されていることや、立夏に意志がある点を踏まえると大別するとフルブリングだが死神的な残白刀のような性質もあるというふうに捉えることができます。したがって立夏が成長しているということは、つまり織姫の魂の力が色濃く映し取られ、徐々に 100% の力を発揮できるようになっていっている、死神でいう魂の精髄の解放挽回のように、これが織姫の本領なんだと考えれば矛盾はしません。つまり最初は各立夏に能力があり、その立夏でしか技を発動できなかったが、それはまだ未完成の立夏であり、修行することでどの立夏でも盾の内外あるいは両面を拒絶できるようになっていった、これが立夏の完全体という考察になります。で実際にこれが単なる妄想ではなくて、作中でもいくつかそれっぽい描写があります。例えば立夏自身が必要なのは言霊と言っていたのに、修行によって言霊が不要になった、これが事実としてあるわけなので、修行して何かが覆るってことはあり得るという前例があるっていうのがまず一つ。そしてブリーチストさんのメッセージ内にも出てきていましたが、原作35巻310話、蒼天
新基準で治療されているイチゴが、ヤチルの元へ駆け出す織姫を制止しようと手を伸ばした時、バチンと手が弾き返されております。イチゴは、こんな能力、織姫の春春立夏にあったか、と戸惑いを見せておりました。この性質は後に登場する爆発反応装甲のような性質を持つ視点光春の性質のようです。装填基準は縦の内の気絶なので、破壊の気絶ではなく、三点結春の内側版的な感じで、イチゴを出さないようにしただけではないか、という風に考えもしましたが、弾き返されるという性質が問題点なので、本来の装填基準にはない性質になります。なのでやはりこの描写は、立夏の本領が垣間見えた伏線のような意味深な描写なんだろうと思っております。続いて最後考察3。どの立夏を使って技を発動させるかで、各技に能力を複合させることができる。能力は技だけではなく、立夏ごとにも備わっていて、立夏と技の組み合わせで最終的な能力が決まってくるのではないか。これはつまり、立夏自身が持っている縦の内、外、両面の区別を言霊によって引き出して発言するのではなく、立夏は立夏、技は技と、それぞれ独立していて、それぞれの組み合わせで最終的な能力が変わってくるという考えですね。なので、春王あやめでなくても装填基準自体はできるが、春王とあやめの時ほどの効果は期待できない。その代わり、例えば椿やバイゴンで装填基準していると、縦の外側の拒絶を有するので防御性能が付与されるとか、そんな感じでしょうかね。合ってますか？ただ、ブリティスさん自身でも少し引っかかっているところがあるようで、僕も個人的には考察3よりも考察2の方がひっくりきた感じです。皆さんはここまで聞いていかがでしょうか？というわけで最後に僕個人の考えとしては、考察1の書き間違い、もしくは元に戻せと言われたけど、一旦三点結春で支えようとしたとかで、第一に治療しようとしたわけではなかったと思っております。なぜそう思うかっていうと、考えれば考えるほど、あそこで治療のために三点結春を張る理由がわからないからです。もし仮に修行によって立夏ごとの特性が消え、どの立夏でも技ができるようになるとか、立夏と技の組み合わせによって技の性能が変わるというのは理解できるんですが、そうであっても、あの場面で治療先行型の装填基準を展開しない理由がわかりません。あの状況は、まず霊王が殺され、世界がどうなるかわからない、一刻を争う状況なわけです。そんな中で、霊王を元に戻すという急務を任された織姫が、治療が最大ではない三点結春、括弧装填結春複合を展開する理由が思い当たりませんでした。確かに防御性能を備えることで、霊王治療の邪魔をさせないという意図はわかりますが、今、この状況は、まず妻の技でユーハバッハは動けない、括弧動けないとは言っていない。さらに最強イチゴやチェロという護衛もいるため、防御しつつ治療はしなくていいと思うんです。織姫が取るべき行動は治療に専念することだと思うんですよね。なので考えれば考えるほど、織姫はここで装填基準付き三点結春なのか何なのか、そんな感じの技を展開する理由が見当たりませんし、そもそも対象を囲って実質治療するのに、対象を囲わない三点結春でどう治療するのかって問題もありますし、もし仮に立夏の特性が薄れて、誰もが縦の内も拒絶できるようになったから、装填基準より3体で内側を拒絶して、治療効果を最大化していたというのも一瞬考えましたが、なら視点でも五点でも立点でも掛け合わせればいいじゃんってなったので、これも違うか、結果消去法的に書き間違いか、もしくは治療するつもりではなかった、一旦三点結春で霊を支えるなりなんなりして、その後に装填基準を使用しようとしたのだが、その前段階のところで弾かれた、単にそれだけだから複合とか立夏の垣根とかはないよって感じなのかもしれないと思っておりますが、いかがでしょうか。申し訳ありません、せっかくのリクエストなのにこんな回答で大変恐縮です。僕の頭ではこれが限界でした。もしこの動画をご覧いただいている皆様の中でこうじゃないとか代案あればコメントいただきたいですし、些細な気づきも大変貴重なので、何でもいいのでお気軽にコメントで議論いただけますと幸いです。以上、織姫の立夏についてでした。動画の映画だったでしょうか。まとめると、個人的には書き間違いか、治療の段階ではなかったというところで、また立夏の可能性については、技の複合よりは立夏ごとの特性が薄れ、得意不得意はあれど誰でも縦の内外気絶が可能になることはあるのかなといった具合でした。皆さんのコメント楽しみにしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。